ラグブラッドレイはイギリス出身の俳優である。1954年イギリスのリバプールに生まれる。学生時代には現在俳優として知られるクライブ・バーカーと知り合っており、1970年代にバーカーと共にドッグカンパニーという劇団を旗揚げ。その後本格的に俳優としてのキャリアをスタートさせ、バーカーが初期の頃に監督した短編映画などへ出演。 1987年には同じくバーカーが監督した商業用のホラー映画、ヘルレーザーで映画デビューを果たした。同作品はイギリス国内のみならず、その他の国でも人気を博したほか、その後はシリーズ化されている。同作品でブラッドレイは顔中に釘が刺さったような魔導士のピンヘッドを演じており、多くのファンを獲得した。 その後も主にホラー映画を中心にキャリアを重ね、特にバーカー作品の常連俳優として知られており、役者としての人気を不動のものにした。現在でもピンヘッドでの人気が高く、2000年代に入ってもシリーズが制作されたほか、コミコンなどのイベントにゲストとして出席することが多い。現在は既婚で夫婦の間には二人の子供がいる。ありがとうございます。